はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少しドラフトの戦略というか、まあ明治大学の宗山選手でしたっけ、まあその選手の見た評価なんかも踏まえながら、ちょっとまあ巨人がまあどういった選手とかね、どういったところを補強していったら方がいいのかっていうところを、まあ僕なりの意見をね、お話しさせていただこうかなっていうふうに今日思ってるんですね。で、今日話す内容に関しては、まああくまでね、僕が思ったこと、まあ主観的に思ったことなんで、まあそのまあいろんな意見あるんでね、一個人の意見やなと思って、聞いてください。はい。で、まず、明治大学の宗山選手になんでついて、なんで話そうかなと思ったかっていうと、先日ですね、まあ巨人の3軍と明治大学がまあ試合を、練習試合というかね、オープン戦やってたんです。で、大体、まあ巨人ってまあ1軍、2軍、3軍あって、まあ2軍はファームの試合が入ってるからあんまり、まあアマチュアであったりとかっていうところと試合はあんまできないですね。まあたまにすることあるんだけど、だからまあ3軍だと、まあアマチュアとの試合であったりとかは、そういったところで、ドラフトで獲得したいというふうに思ってる選手がいるチームと結構練習試合したりするんですね。まあ今まで言ったら、まあ例えば大学生のドラフト候補のピッチャーがいるようなとことやったりとか、まあその社会人の、まあその東日本、JR 東日本とか、もうそうですし、まあいろいろな NTT とか西日本とか、まあそうですけども、まあいろんなところと、まあドラフト候補で、まあどれぐらいの仕上がりかっていうのをチェックしたい。どれぐらいプロの、ある程度、まあ三軍ですけど、まあそのボールに対してどれぐらい反応できるかとか、どれぐらいのピッチングをするかみたいなところを、まあ見たいから、ちょっと結構練習試合組んだりとかっていうのは、まあ僕がいた時から結構するんですね。で、おそらく、まあ明治大学と試合したのも、多分宗山選手が見たかった。だからっていうのも絶対あるんですね。まあ、他の選手が、いたかもしれないですけども、まあ、おそらくまあ、ドラフトの目玉とか言われてるんで、多分、宗山選手のことを多分見たかったっていうのもあると思うんですね。で、まあ、いつも僕、ゲルシーチャンネルっていう、まあ、ジャイアンツの、まあ、2軍であったりとか3軍の選手を、まあ、動画にしてる方がいらっしゃるんですが、まあ、その方がね、宗山選手の動画を上げたんですよ。3軍との試合の。で、それ見てたんですよ。で、まあ見た感想ね、すごくまあ言われてる通りね、いい選手だなっていうふうに思いましたし、まあショートというところも思っててね、まあなんかネットの記事かなんかで見たら、まあその、宗山が来たら10年間はショート安泰やとか、10年から15年ぐらい安泰やとか書かれてたりとかする記事を見たりとかしてたんで、まあどれぐらい上手いんだろうっていうふうにね、僕あんまりそんな、アマチュア野球はあんま興味ないんで、見てなかったんですけど、まあ、ゲルシーチャンネルが取り上げてたんで、ちょっと見てたんですね。で、まあ、いい選手ですと。で、意外とちっちゃいなっていうのは、印象としてあったんですよ。なんか見たら、調べたら172か3ぐらいって書いてたんで、ちっちゃいなーって、あんまり大きいんかなと思ったんですけど、意外とちっちゃいんだなと思って。で、守備なんか見てると、まあ、身のこなしも素晴らしい、と思いますし、まあ、グラブさばきなんかもね、うまいなーっていう感じはしますと。で、まあ、バッティングというところに関しても、まあ、ジャイアンツの試合で2本2塁打打ってたんかな？まあ、もっとパワーないんかなと思ったら、意外と、バットも振れるんだな。バットも振れるって言い方あれですけど、意外と、まあ、パワーもあるんだな、っていう感じ。なんか、六大学の動画も、見てたことあるんですけど、あんまりパワーないんちゃうかなって思ってたんで、意外と、パンチ力ついてるな、っていう感じをね、すごくしてるんですね。で、こっからね、ちょっと批判的な意見になるかもしれないですけど、僕はっきり言ってね、ジャイアンツが、まあ、獲得するべきではないというか、まあ、不要って言い方あれですけど、あんまり、取る必要ないんちゃうかなって思ってるんですね。まあ、その理由はですね、やはり、ショートというポジションで、まあ、いろんなところ必要だと思います。要素としてはね、打つこと、守ること、走ること。いろんなとこあると思うんですけど、僕は一番ではないですけども、まあ、最も重視しているところって、体の強さとか、怪我をしないことって、
まあ、どのポジションにも大切なんですけど、ショートとかっていう、こう、絡めのポジション、まあ、キャッチャーとかもそうですけども、めちゃくちゃ大事だと思うんですね。で、そういったところで、僕の直感ですよ。あんまり、この、はっきり、メカニック的にというか、論理的にというか、理論的に、言うことはあんまできないんだけど、動きを見てて、ちょっと柔らかすぎるというか、うん、あの、関節であったりとか、特に投げるときの、まあ、肘関節であったりとかっていうのは、すごく柔らかいなと思ったんですよ。で、柔らかいって、一見いいことだと思うじゃないですか。で、僕も実際、まあ僕と宗山選手比べたらダメなんですけど、僕も結構体の使い方が柔らかいとか言われるようなタイプの選手だったんですけど、柔らかいと何が起こるかっていうと、結構怪我しやすかったりするんですね。どういうことかっていうと、柔らかいと、それだけ関節がこう、エクステンションがかかって、伸びやすくなったりとか、それに伴ってね、筋力とかが結構ついてくるんで、出力も上がってくるんですよ。で、腕の振るスピードとか、例えば足の速さとか、まあそういうところが上がってくると、その柔らかさが、より、こう、なんていう、エクステンションかかって、負担になるんですね。だから、その宗山選手が一概にね、体が弱いとか、言ってるわけじゃないし、正直、そんなにね、生で見たこともないので、まあそんな、言うなよってとこなんですけど、僕が見た感じでは、めちゃくちゃ体強そうっていう感じはしなかったんですね、正直言うと。うん。だから、あの、門脇選手とか、坂本選手とか、まあ、いると思うんですけど、坂本選手とかも結構、まあ、柔らかい使い方はするんだけども、硬いところは硬いというか、なんていう表現したらいいんかな。うん。あの、柔らかいところは柔らかいんだけども、硬いところは硬いっていうね。門脇選手とかも、そういう感じじゃないですか。めちゃくちゃ柔らかいプレーするかっていうよりかは、どっちかっていうと、硬くはないんだけど、がっしりしてる感じというかね、動き方が。うん。だから、そういった選手って、怪我しにくかったりするんですよ。うん。で、宗山選手の足の速さとか見ても、まあ普通ぐらいだなって、めちゃくちゃ遅くはないけども、めちゃくちゃ速くはないっていうところなんで、だったら僕、門脇選手を育ててるっていうか、使っていった方がいいんじゃないかっていう思うんですね。まあ今年ね、確かにあんまり良くないかもしれないですけど、同じタイプの選手増えるだけやんって思うんですよね。まあ伊豆口選手も、まあ門脇選手も、もし、宗山選手が入ってきたとしたら、3人とも同じような感じじゃないですか。右投げ左打ちで、まあショート守れて、で、バッティングも、まあ、綺麗な感じで。で、ホームランがめちゃくちゃあるかって言われたらそうではなくて。で、足も、まあ、門脇選手はちょっと速いけど、まあ、伊豆口、宗山、そこまで速くなくて、っていう感じなんで、だったら、ピッチャー取った方がいいんじゃないって。うん、ピッチャー取った方がいいやろって、思うんですよね。うん。僕がいた関西大学の金丸選手でしたっけ？ちょっと名前間違ってたら申し訳ないですけど、あの、左ピッチャーいるじゃないですか。ああいうところ狙ってたい。まあ、競合すると思うんですけど、競合覚悟で狙ってたらいいんちゃうかなと思うし、実際その今の先発陣ね、見てても、右ばっかりじゃないですか。まあ、グリフィンぐらいじゃないですか。左って、めちゃくちゃ勝てるピッチャーでね。だって、そうでしょ？戸郷、山崎伊織、まあ、グリフィン、菅野。まあ、これぐらいじゃないですか。一番勝てるのって。で、まあ、最近井上が入ってきて5万、5万になってるけども、うん、まあ、左がちょっと弱いなって、左の先発が弱いなっていう感じあるじゃないですか。で、まあその西田投手とか、まあ森田投手ですか、が、あの先発でやるってなったら、まあちょっと多少ね、枠は、分厚くなるかなっていう感じはあるんですけど、まあ実際その二人もどれぐらい先発でやれるかわからないっていうのがあるんで、で、西田投手に関しては、また中継ぎに戻るっていう可能性もあるんで、だったら、中継ぎのね、中継ぎじゃなくて、先発をね、分厚くする。特に左が少ないんだったら、まあ、ドラ1で、取りに行くっていうぐらいで、僕いいんじゃないかなと思うし、で、それでもし、競合して外したりするんだったら、例えばね、ポスト岡本とか、ポスト、坂本の、まあ、高校生であったりとか、まあ、大学生の、そういった、まあ、高校生かな、大学生だったら取られるかな、1巡目だったらね。まあ、そういったところを狙っていくっていうドラフト戦略でいいんじゃないかなと思うし、まあ、結局、ピッチャーはめちゃくちゃ補強しましたと、ジャイアンツね。で、確かに去年よりはめちゃくちゃ良くなったっすけど、でもそれでもやっぱりピッチャーって、まあ、どこの球団もそうっすけど、もういいピッチャーが何枚いてもいいんですよ、正直。何枚いてもいいんですよ。だからそれぐらい、
ピッチャーっていうのは大事だし、うん。まあ、他のポジションも大事だよ。大事だけど、結局ピッチャーで成り立ってるから、野球なんて。うん。ピッチャーがいれば、いいピッチャーがいれば、本当に勝つ確率も上がるし、わかるやろ、これ今最近試合見てて。本当に、いいピッチャーが投げるときって、大体点入らへんだって、どっちも。で、接戦のゲームになるなって。うん。で、結局4番バッター取っても、めちゃくちゃいいバッター取っても、結局打っても3割やん。うん。3割とか、まあ3割1分、2分じゃないですか。だから、まあすごいよ。それでもすごいんだけど、やっぱピッチャーがその野球に占める割合、ウェイトっていうのはめちゃくちゃ大きいから、だから、宗山選手と、まあ結論ね、宗山選手取りに行くぐらいやったら、左のピッチャー取れよって、先発の絡まるか、取りに行けよって、思うし、それが無理なんだったら、岡本和真がね、メジャー行く可能性高いんで、まあそれをね、まあ何年後かわからないけども、それぐらいに育てるような、育つようなというかね、ポテンシャルがあるような選手をもう取るべきだと思うんですよね。で、まあもうそんなんね、きりないんですよ、言い出したら。ポスト丸が必要やなとか、左の強打の外野手が必要やなとか、そんなんね、分かってるんですよ。どこの球団も正直。だけども、とっても、この選手が、例えばポスト誰々やってとっても、成長、なかなかしないですね。正直。その思った通りにならないっていうところがあるんで、で、最近、巨人の、まあ、スカウト陣良くなってきたなって、まあ、誰が言ってんねんって話なんですけど、思うのは、ある程度やっぱり一元に秀でたというか、うん。ポテンシャルが高い選手をやっぱ取っていくべきなんちゃうかなと思うし、もう僕はやっぱソフトバンクのね、荒削りな、育成のね、選手とか取ったりするじゃないですか。だからああいう僕ドラフト戦略っていうのが間違いなく合理的だと思ってて、うん。だから、まあ、まとめるとね、結局、スカウトが、ね、いいと思って取っても、その選手が、その思った通りに成長するか分からないっていう側面があるんで、だったら、例えばこの打力がめちゃくちゃある選手が欲しいとか、例えば左の先発ローテを張れるようなピッチャーが欲しいとかっていうのは、どの球団でもあるじゃないですか、そういう課題というか、補強したいポイントってあるじゃないですか。だから、そのポイントがあるんだったら、総合力とかであんまり考えるんじゃなくて、もうこのピッチャーのこれに関して言えば 100% 一軍レベルですとか、外野守備全然上手くないけど、バッティングのパワーとかだけで言ったらこの選手はえげつないですみたいな選手を取って、そっからその長所を伸ばしてあげたりとか、日々ね、練習してたりすると、短所のところもある程度伸びるんで、結局一軍で勝負できる選手になっていくんですね。うん、ほんと僕そう思うんで、だから、まあ、最近ね、巨人のスカウトっていうのは良くなってきたなって感じがするのは、多分そういったところがちょっとずつ分かってきたんちゃうかなと思うし、で、結局本当に、なんていうの、総合力とかなんか言ってる選手ってあんまり良くないんですね。やっぱりあるじゃないですか。なんかこの選手は総合力で、みたいなとか言ったりするじゃないですか。結局あんまりね、化けた選手にならないんで、うん。結局、二軍でやって、一軍上がってちょこちょこで終わったりするんで、だったらもうね、巨人には三軍があるんだから、もう囲い込んで、ポテンシャルあると思った選手を、もう丸々ね、ジャイアンツで、ジャイアンツのあの素敵なね、素晴らしい環境で、3年間、4年間ぐらい、しっかり毎日やらしたら、ある程度伸びると思うんで、そういった、ところをね、意識しながらスカウティングしてほしいなと思うし、僕はアマチュア野球はね、あんまりこう、ちゃんと見えてないんで、あんま、どこどこ大学の誰々とか、どこどこ高校の誰々みたいな感じで、ちょっと言えないんですけど、まあその宗山選手に関しては、まあゲルシーチャンネルで取り上げられてたんで、まあちょっとね、ちゃんと動画とか、もう一回、それ以外の動画も見たりとか、しましたけども、まあ結論、まあ、ショートはいらないんちゃうかなっていう。だったら大砲を取れよって。まあ、ティマとか、いるんで僕はすごく期待してるんですけど、うん、まあその、まだわからないから、うん、ポスト、岡本、坂本っていうところを獲得していく、左の、
まあ右でもそうですけど、まあ左の、まあできれば左のローテ入れるようなピッチャーを取りに行くっていうところが今のね、ジャイアンツのドラフト戦略でやるべきことかなっていうふうに思いますし、うん、まあ僕がね、いつ、球団経営ができるかちょっとわからないですけど、うん。もしできた際にはですね、本当にそういった形で、その選手のポテンシャルというか、そういったところを見込んでというか、やっていきたいなっていうふうに思うし、うん、だから、結局それが一番いいんじゃないかな、ソフトバンクのやり方が僕は一番いいんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあいろんなね、皆さん意見あると思うんで、ぜひね、コメント欄で、いろいろ教えていただけると嬉しいですし、まあ別にその宗山選手をディスりたかったとか、まあそういったわけじゃなくて、まあどのチームにも、選手がいて、この選手をこうやって、育てていきたいとか、この選手をまあレギュラーで使いたいとかっていう思惑とか考えとかっていうのはあるんで、うん、まあジャイアンツのまあ二遊間というか、まあショートっていうところの事情を考えると、同じタイプの選手がちょっと多くなりすぎるんで、だったら、門脇選手を最大限に使っていくというか、うん、育てていくっていう方が、ポテンシャルも高いし、いいんじゃないかなって僕は思ったんですね。はい。そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。